論語とそろばんを読んだのでいつもながら興味深かったところをメモしていきます著者は渋沢栄一さんですねで内容紹介をしますと日本実業界の知事が生涯を通じて貫いた経営哲学とは何か 理順と道徳を調和させるという経済人がなすべき道を示した論語とそろばんはべての日本人が変えるべき原点である明治期に資本主義の本質を見抜き約470社もの会社設立を成功させた彼の言葉は指針の失われた現代にこそ響く経営労働人材育成の核心をつく経営哲学は色あせず未来を生きる知恵に満ちているで本読む理由なんですけど、えー、日本人として読んどくかってことでね読んでみましたと。 えーとですね、明治維新後の日本の話なんですけど、まあ、その政治の世界で、まあ、国の、ね、基礎を作り上げた人は、まあ、よく聞いたことがある社会の本とかにも載ってある大久保利光さんとか伊藤博文さんとかなんですけど資本主義ですねその明治維新後の日本にて資本主義の制度を設計した人物が渋沢栄一さんなんですねで設立に関わった会社は約470社とそれ以外に500以上の事前事業にも関わっているということでいやびっくりしましたいやこんなに関わってたんだって、ね、そこまで知らなかったですね で渋沢栄一さんの偉大さというものは何かと言いますと資本主義や実業が内包していた問題点を見抜きその中中和剤をシステムののに織り込もうとしたんですね、えーまあ、もうその問題点って一体何じゃいって話なんですけど資本主義や実業は欲望エンジンとして前に進んでいく面があるため暴走していくってことですねまあお金に目がくらむってことですよねお金に目がくらえ利益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 のためには何て言うんでしょうあの、まあ、コストを避けていくって感じでまあそのコストというものは材料費をめっちゃ安くしたり まあ人件費とかですよね、まあ、それブラック企業,、まあ、業化しやすいってことですね。まあ、そういうエンジンがあるから暴走しちゃうんですよね。でその暴走,歯止め暴走に歯止めをかける枠組みが必要なんだって考えてたんですねで。その手段が論語ということでしたね。いやこれすごいですよね。えー、1840年から1931年を生きた人なので、資本主義の問題点に気づいたっていうのは、まあ、すごいですね。カール・マルクスみたいな感じですよね。いやすごいなと思いました。はいで えー、もともとね官僚だったらしいですね。で、官僚を辞めて実業界に入ったらしいですね。えー、1873年に官僚を辞めて実業界に、実業界へと。で、その時に論語に対して特別の関係ができたらしいですね。で、初めて商売になる、えー、官,僚やめ商官僚を辞めて商売になるという時に、ふと感じたことがあります。何かかかとと言いいいますとこれからはいよいよわずかな わずかかななななな利益を上げながらら社会で生きていいければならないそこでは志をいかに持つべきなのだろうと、えー、でそこで、ね、論語の教育に従って商売し経済活動をしていくことができると思いに至ったらしいですね。まあ、ここで論語は指針ととななったってことなんですけど、はい、で官僚を辞めた理由がですねなんで官僚を辞めちゃったんだって話なんですけど日本は政治でも教育でも改善していくべき必要があった。 しかし、中でも商売が最も振るわなかったと。でこれを信仰していかないと日本は豊かになっていくことができないということで官僚を辞めてまあね商売,にな商売になったんですね。で、まあこのことをね、官僚を辞めるわって友人に言ったら全然もう友人も理解してくれなかったらしいんですよ。な、ま、ぜ、あ、かと言いますとね、えー、君を遠からず長官になれる、大臣になれる。お互い官職にあって国家のために尽くす身だ。それなのに、癒しむべき、癒しむべき金銭に目がくらんで官職を去って商人になるとは実にあきれる。今まで君はそういう人間だとは思わなかったということで、 まあその商人って言ったらあそこまであの位が高いっていう意味がなかったんですねあのまあもともと江戸時代では死のう交渉みたいな感じで商が一番下に来てたわけでやっぱりその、えー、金銭に目がくらむなんてちょっとダメだぞダメだぞ,メだぞみたいなそんな時代だったらしいですね。はい、でえー、っとですね、まあ、前半に、まあ、その渋沢栄一さんってどんな人みたいなことかが書かれてて、まあ、前半以降はですね何、えー、て言うんだろう自己啓発版みたいな感じでしたね。で 争いいについてね、こ、えー、こんなこと書かれてました。私は絶対に争いをしない人間であるかのように思っている人が少なくないと。でもちろん好んで他人と争うことなんてまあしませんよと書いてありました。で何があっても争いを避けて世の中を渡ろうとすれば善が悪に負けてしまうことになり正義が行われないようになってしまうと。私はつまらない人間だが正しい道に立っているの,といるのに悪と争わず道を譲ってしまうこと円満で不甲斐ない人間ではないつもりであるということでやっぱりね正義を 正義のためなら戦うってことですたね。いやかっこいいですね。はい。で、17歳の頃はですね、17歳の頃はやっぱそのまで江戸を生きた人なんで、武士になりたいというね志を立てて。 いましたとでその頃実業家は百姓と共に卑しいとされ世の中から人間以下の扱いを受けていたんですね、まあ、武士じゃなかったからですねで武士の家に生まれさえすれば知識や能力のない人間でも社会の上位を占めて好きなように権力を振るうことができたということでやっぱね武士になりたかったらしいですねで私はこれがとても尺に障り同じ人間として生まれたからには何が何でも武士にならなくてはダメだと考えたのであるとでそして武士になって、まあ、今でいうその政治体制をどうにか動かすことはできないだろうかということを17歳の頃にね考えていたらしいです うーんあとはいいかなあ,あ,あと最後ね成功,と成功と失敗のことが書かれたんですけどこれもねなかなかかっこいいなと思いました。えー、人を見る時に単に成功したとか失敗したとかを基準にするのはそもそも誤っているのではないか現代人の多くはただ成功とか失敗とかいうことだけを眼中に置いてそれよりももっと大切な天地の道理を見ていない。 成功や失敗といった価値観から抜け出して超然と自立し正しい行為の道筋に沿って行動し続けるなら成功や失敗などとはレベルの違う価値ある障害を送ることができるとそして成功など人としてなすべきことを果たした結果に生まれる「カスに過ぎない」以上気にする必要など全くないのであるこれかっこいいですよね成功などカスに過ぎないって言ってるんですねいやーすごいなと思いましたということで今回簡単ですがえー、っと終わりますはい